どうもこんにちは、 BD トレインチャンネルのじゅんです。今回は西武鉄道新宿線連続立体交差工事を行っている中駅から野方駅、こちらの撮影に行ってきました。新宿線の立体交差工事は高架ではなく地下化になります。これによって7箇所の、開かずの踏切がすべて撤去されることになりますね。中井駅の方から図面を見てみると、中井第5号踏切から地下に入り、野方駅手前で、地上に上がってくる感じになってます。でこれによって荒井薬師前駅と沼袋駅が完全に地下駅として生まれ変わることになりますね。それでは工事区間の全面展望をご覧ください。過ぎここから地下へ入ってきます。左側です。谷の宮を出ます。谷石神社に乗ります。
will soon arrive at